ギナーマイク。お題、最近ノエル・ギャラガーが心がけていることを教えてください。おひげの長さ。答え、5分前行動。まあちゃんとしてきたなあいつも。続いていきます。ラジオネームのファンタスティック原田。お題、加藤隆さんが AV 男優を引退することを決めました。その理由とは。あの、女の陰謀がお化けに見える。答え、親にバレそうだから。やばい、やめてー、隆さんも親バレしちゃう。続いていきます。FM 山口ブラブラブラゼル。お題、ジュジュと木の実ナナの共通点を教えてください。顔がサマージン。答え、血が緑色。うわー、妖怪かあいつら。続いていきますね。FM サイン。ムスカの弟。お題、見逃し三振をした張本さんが審判に文句を言っています。何と言った。球がドッジボールだ。答え、お前アメリカ人だろ。有本さん悪いな。はい。こちらラジオネーム三平。お題、ドクター中松がノーベル賞を受賞。何を発明した。あの、すっげえいいヒゲ剃り。答えは、ジャンピングテンガ。あらー、欲しい。今度いきますね。FM 岡山ラジオネームたるみ。お題、就職に失敗した運なしおくんが就活をしながら始めたバイトって何。クソ巻き。答え、田村正和の付き人。あら、厳しいぞ、頑張れ。続いて FM サイン。ムスカの弟。お題、長渕剛が街でファンに呼び捨てされサインを求められました。なんと言った。ちょっとごめん、問題聞いてなかった。もう一回行きましょうか。長渕剛が街でファンに呼び捨てをされてサインを求められました。なんと言った。やんちゃな、やんちゃな野郎だな。答え、一人分でいいのかい。優しいな。こちら FM 宮崎ラジオネームだまし屋すけし。お題、東京スカイツリーに登った照英が言った一言とは。すごい。答え、これ建築基準法は守ってるの。うるせえバカ。いいじゃん、いいじゃん。さあ行きましょう。まずはラジオネームファンタスティック原田。お題、原田大二郎がデパートの店員から怒鳴られています。一体何をした。ちょっと蛍光ペンを蛍光ペン体にいっぱい塗った。全然出なかった。答え、ウォーターベッドの水を全部飲んだ。やだー。体に悪いよ。続いていきますね。 FM 長野ラジオネーム納豆パフェ。お題、突然北王子金谷に館長されました。何と言った。キャッ。答え、ちょっと何してんの。やだ。わわわわ。続いてラジオネーム
全然俺答え出なくなってきちゃった。気合が入ってないんだろうな。初期の頃結構出てたのいい答え俺も。最近もちょっとたるんでるわ。あ、じゃあちょっと答え聞いた後のリアクション頑張ろうと思っちゃった。もうちょっと気合入れなさい。答えからお願いしますね、うん。こちらラジオネームゴルゴ31、うん、お題、藤岡弘さんが海外旅行を計画、まず何を始めた。先祖にお参り。答え、スコップを買い地面に穴を掘った。うわー、そうやって行くの。ブラジルまで。わわわわわすか、そのリアクション。こちらラジオネーム、シカトロック。ちょっと今、両手を隠して、はい、顔を隠しますが、お題、松下由紀さんがサスケに挑戦、どうなった。ファーストステージで脱落。答え、ゼッケンが体に入らなかった。わー、厳しい、もうやだ、わーわーわー。それ何なんですか、さっき足してますけど。来るとね、今言わせちゃう。ちゃんと大喜利やってください。すいません、ね、やだ、そんな厳しく言わないで。わーわーわー。ちょっと違う。いきますよ。ラジオネームシカトロック。お題、タッケイエミちゃんがいくら誘惑してもびくともしないものとは。エアーズロック。答え、袋閉じを開けている阿部寛。阿部寛さんだそうですよ。すごいね。次ですね。ラジオネーム、意味がよくわかんない質問が多いんだよな。お題がですか、ね、うん、俺が多分ちょっと回転が鈍いんだ。シンプルな感じですね、うん。ラジオネームゴルゴ31、お題、引っ越し中の赤井秀和さんが巨大化しました、うん、その理由とは。ヌード写真集を見た。答え、前田明対策。わあ、そう、同じ浪速高校で、わわわわ。ちょっと急にまた不安定さが出てますが、今日ちょっと頭が爆発寸前になりました。行きましょう。こちら FM 群馬ラジオネームチュリスケ、うん、お題、バスガイドになったら行ってみたい、セリフ第46位のセリフとは。こちらをご覧ください、金玉でございます。答え、うん、右手に見えますのがスカイツリー、左手に見えますのが運転手さんのスカイツリーです。あら、行ってみたい、わわわわ。よし、終わりましょう。さあ、行きましょう。こちら FM サインラジオネームムスカの弟。お題、長谷川理恵と長谷川京子の決定的な違いは何。名前ですけど、答え、ダサいかダサくないか。いやいや、どっちがダサいんだよ。続いていきます。ラジオネーム超獣ギガジャクソン。お題、虫が巨大化して人並みに大きくなってしまいました、その後どうなった。うーんって言った。全然寝ない。答え、うん、吉田沙保里が全部倒してくれ。あら、強い、ありがとう。続いていきます。ラジオネームファンタスティック原田、うん、お題、初めて王様ゲームをやった白龍さんが王様になった時に出した命令とは。そこにいる女全員俺の石油を飲め。違う。答え、2番と3番、どっちかが死ぬまでバットで殴り合い。うわー、怖い、白龍さん。そんじゃないのに。うん、ちょっと近かったですけどね。FM 宮崎、吉玉ちゃん。お題、
竹井由美ちゃんが自己嫌悪に陥っています。何があった？ファンの人にちょっと冷たい目をしちゃった答え、うん、朝行ってきますというのを忘れた。やだ、かわいいね。そんな言わなくていい。続いて、うん、FM 長野おなきち、うん、お題、用を足そうとトイレの蓋を開けたら阿部寛さんが覗いていました。何、うん、と言いました？うんこちょう答え、うん、おかえりなさい。優しいね、いつもそこで。続いて、ラジオネームワーギナーマイク、お題、鈴木福くんが後輩子役をいびっています、うん、どうして？やっぱ橋田壽賀子相手に枕営業やったんじゃない？答え、泉ピン子の入れ字。あー、惜しい。近いですね、うん、近いですね。いますね、うん、FM 福井、ラジオネームブヒードテトン、うん、お題、ハンターハンターがまた休刊、富樫先生が書くのをやめた理由とは？めんどくさい。答え、夏バテ。あら、やっぱりほら一緒じゃん。ほぼ当たってんだよね。そうなんだもん。だんだん当たってきましたね。うん、なんていきますね。最後、ラストですね。FM 宮崎、ラジオネーム、騙しやすけしん。お題、頭に矢が刺さってしまった翔英が言い放った一言とは？すごいだろう。答え、誰かバファリンちょうだい。頭痛いからね、バカ野郎。以上です。こちら、ラジオネーム三平、お題、来日したシュワルツネッガーさんが背中に漢字2文字のタトゥーを入れました。どんな文字？筋肉。答え、白竜。全然出なかった今の。はい、続いて、ラジオネーム鳥獣戯画ジャックソン、うん、お題、人食いクマの死体が町中で発見されました、うん、どうやってクマは倒された？銃で撃たれた。答え、草野仁のチョークスリーパー。ちょっと一本グランプリから離れてるからね、ちょっとね、あんまりそっちの脳が回らないんですよ。やっぱ、これちょっとトレーニング、一回トレーニングしといた方がいいですね、確かに。はい、はい、続いて、ラジオネームワーギナーマイク、うん、お題、上戸彩ちゃんを褒めちぎるとどうなる？歯が出てチンコが立つ。答え、エグザイルに入れる。わあ、じゃああんま褒めるのやめよう。レッスン大変そうだから。はい、続いていきます。ラジオネームゴルゴ31、うん、お題、石田純一さんがブスと接するときに心がけていることとは一体何？分け目ちょっと変えてみる。答え、うん、息をしない。ブスだから。厳しい。あのブスに厳しいの？女性全般に優しいと思ってたら。はい、続いて、ラジオネーム三平、うん、お題、ホラー映画13日の金曜日が日本でリメイクされました、うん、さて、ジェイソン役は誰でしょう？これ高嶋政信でしょ。答えは、花田勝。うわ、怖いな。それ怖いぞ。はい、
続いてラジオネーム、FM 長野納豆パフェ。お題、ファミレスでハンバーグを頼んだのにパスタを出された長渕剛さんが店員に一言何と言った。俺にウジ虫を食えって言ってんのか。答え、あ、兄ちゃん俺パスタも大好きなんだよね。優しいな。勘違いしてた。そんな優しいの。はい、続いてラジオネームレペゼンチチブ、うん、お題、武田信弘がクズと言われるゆえんは。現役時代いろんな女を食いまくったから。違いますね、答え、クズだから。哲学じゃない。はい、中行きましょう。ラジオネームゴルゴ31、うん、お題、ハブ名人と他の名人棋士との決定的な違いとは。ハブさんは、はい、メガネをかけている。いやもう俺安田さんレベルまで今なり下がってるわ。ちょっとやばいわ。答え、うん、勃起しながら対局できるかどうか。さすがだね。以上以上ですね、うん、以上です。レペゼン秩父、このお茶異様に濁ってる、どうして。おしっこ。答え、あやたかだから。濁ってる、確かに。ちゃんと見ないとダメですよ。はい、はい、ラジオネームファンタスティック原田。松本幸四郎がバンテリンのネタでいじられないように行動を起こした、一体何をした。暗いところで塗る。答え、お百度参り。なんでどうしても塗りたいんですか。いじられませんように、いじられませんようにとお百度参り行くの、松本幸四郎さんが。辛いね。ラジオネーム、ワーギナーマイク。美大生が今一番ヌードデッサンをしたいのは誰。ヒロミックス。答え、南こうせつの裸体。そんなわけねえだろ。何回出てくるんですか、南こうせつ。ラジオネーム、なおくん、FM 宮崎ですね。中国が経済成長している原因は何。答え、ユンピョウが頑張ってるから。そんな頑張ってねえだろ。最近そんな頑張ってないだろ。はい、ラジオネーム納豆パフェ、 FM 長野。お題、フランス語で虹という意味のロックバンド、ラルクアンシエルの尊敬している人物とは。フランク長い。答え、下田景樹。虹だから。ラジオネーム、ダイエットは明日から。FM 福井。お題、野生の綾瀬はるかが現れた。さて、どうやって攻撃してきた。乳首から毒液を出す。答え、顎でこめかみをドン。はい、ダメ。前田さりか信じちゃダメっつったのに。はい。次行って。はい、次、ラジオネーム、ダイエットは明日から、うん、FM 福井ですね。お題、レストランでハンバーグを頼んだのにパスタを出されたベッキーが店員に一言、さて何と言った。このドグサリが私がミミズ食えって言うのか、バカ野郎。
答え、俺にウジ虫を食え。言ってたね。ほぼ正解でしょ。すげえ。ラジオネーム、東西南北。お題、加藤鷹が最も興奮するビデオとは。わかりません。答え、高山ドンフライ戦のビデオ。あ、興奮するわ、確かに。そっちは興奮ね。はい。ラジオネーム東西南北、お題、シュワルツネッガーが泣きながらアイルビーバックと言っています、うん、何があった。わかりません。答え、ホテルに行ったらドア越しにチェンジと言われたから。何をやってるの、いいじゃん。ラジオネーム、レペゼン秩父。忍者が忍者学校で最初に習うことは何。チョップ。答え、挨拶。いやー、惜しいな。続きまして、ラジオネーム、ファンタスティック原田。ちょい足しレシピにハマった田中邦衛がラーメンにちょい足ししてるものとは。あの、首の赤。答え、攻めダイン。なんで。ラジオネーム、超獣ギガジャクソン、うん、雑誌によく書いてある白龍さん流ストレス発散法とは何。サウナで焼肉。答え、ドンキホーテの前でヤンキーを可愛がる。これよ。ラジオネーム、ワーギナーマイク、お題、道端で猫を見つけたベッキーが一言、なんて言った。ドブネズミ。答え、近づくな、万病のもと。ひどい、ベッキー嫌いになった。いや、ベッキーが言ったじゃないですか。はい、ワーギナーマイクがね、考えて。ラジオネーム、ゴルゴ31、正月、藤岡弘さんが実家へと帰省しました、うん、どうやって帰った。トロッコ。答え、住所の書いた T シャツを着て郵便ポストに頭を突っ込んだ。天才なの、藤岡さん、一枚あげて。ラジオネーム、ダイエットは明日から。お題、水戸黄門が門所を忘れてしまいました、うん、さて、いつもの危機をどう乗り越える。すっげえ謝る。答え、深い土下座。正解ですね。あれがなければ本当ジジイだからな。、ラジオネーム、なおくん、 FM 宮崎、毛筆の全国一の生産量を誇る県は何県ですか。毛筆。はい、毛筆。どこ、モンゴル。答え、石黒県。確かに。天才なの、一枚あげて。ラジオネーム、ブラブラブラゼル、芦田愛菜ちゃんが泣いています、うん、その理由は。橋田須賀子死亡。答え、共演者の演技が下手だから。うわ、厳しいね、プロだね。ラジオネーム、ダイエットは明日から、市原隼人が大粒の涙を流して号泣しています、うん、さて、なぜ泣いている。クソ漏らした。答え、ママに怒られた。もうしょうもないことで泣くな。ねえ、ラスト。
はい、じゃあラスト、ラジオネームゴルゴ31、森光子さんがスキーのジャンプ台からでんぐり返しを試みました何が起こったスキージャンパー原田が泣いて喜んでた森光子ってありがとうっつって、いいよ、ラジオネームレペゼン秩父、南こうせつが全裸です、どうして ヘルタースケーターのオーディション答え、今からお風呂に入るから。なぞなぞじゃねえか、バカ野郎ラジオネーム、東西南北、お題、キャンドル・ジュンが仕事になんないと怒っています、何があった、風が強い答え、キャンドルに火を灯すたびにマチャーキがトランプを投げてくる西江マチャーキさん、ラジオネームゴルゴ31、ラーメン屋の客を見てこの人長渕ファンだろうな、その理由は、食べる答え、クソマジーと言ってスープまで完食する優しいからな、ラジオネームワーギナーマイク、タクシーが軽くガードレールに追突、乗っていたベッキーが運転手に放った一言とは、あーこれもう一生首が痛くなるやつだわ答え、あーいただたー、これはムチ打ちだな、100万円ベッキーってそういうこと言うのあ、そう、やめてください、ほぼ正解してるそうだもん、ラジオネーム島根の長方形、ペロ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 、落合福士くんが何かを舐めています、一体何を舐めている、宮古はるみのほくろ違う、違います、うん、答え、世間舐めてそうだな、ラジオネーム、ダイエットは明日から、ミスター・ビーンがアダルト映画出演に向けて芸名を変えました、さて何という名前、舐めたビーン答え、ミスタービンビンビーンなぞなぞのコーナーみたいな、ラジオネーム、シカトロック、サスケの、山田勝美さんが数学の猛勉強を開始しました、一体なぜ、長野さんに、長野さんに賞金ちょろまかされたんだよね答え、そり立つ壁の助走距離の計算、そういうことやってっからだな、ね、ラジオネーム、ワーギナーマイク、生まれたての赤ちゃんを見た向井治が一言、なんと言った、ホケやろう、答え、イエーイ、きた、すごいですね、はい、ちょうだい、賞金、賞金ちょうだい、はい、賞金、賞金とか必須ないんで、はい、ただ当たってよかったねっておめでとう、はい、ありがとう、ラジオネーム、ゴルゴ31、ラストね、はい、稲川淳二さんが競走馬の名付け親に何という名前もつけた、ヒゲお化け、答え、ちょびひげ様、あー惜しい、いい名前だね、ちょびひげ様、うん以上がいい名前非常にでした、ラジオネーム、レペゼンチチル、お題、
日本と外国の夏の一番の違いは。恋愛模様。答え、湿度。はい、いきます。ラジオネーム、超重ギガジャクソン。オッケー。はい。お題、路上に血だらけの若者が3人倒れています。うん、何があった？恋愛のいざこざ。答え、白龍さんの3分クッキング。何をクッキングしてんだよ。FM 山口、ラジオネーム、ブラブラブラゼル。うん、お題、向井理さんの好きなところランキング、第12位は何？肉食のくせに透かしてやがる。答え、中村獅童ほど共演者に手を出さない。なるほど、それがいいところなのね。はい、はい、ラジオネーム、うん、ファンタスティック原田。イエイ。どうしたんですか今日。ノリがオリンピックいいんですよね。オリンピック期間中はテンション高いですか。はい、お題、蝶野正弘がヘッドホンを耳に当て、うん、頭をガンガン振って乗っています。うん、一体何を聞いている。ロック。答え、川のせせらぎ。今日のさ、FM 山口、うん、ラジオネームブラブラブラゼ。うん、お題、おばあさんが川から流れてきた桃を拾いませんでした。うん、その理由は。ビッグピーチ、リアディゾン。答え、うん、隣のおじいさんが後ろから抱きしめてきたから。うん、それぞれですね。それぞれだよね。はい。恋模様がね、本当に恋模様ですね。恋愛交差点。どうしたんですかこれ。ベテランパーソナリティが現れましたけど。お聞きの放送局 FM 三重、ラジオネーム、栗飯。栗飯。お題、ファミレスでハンバーグを頼んだタイガーウッズに間違えてスパゲティが届いた。これを見たタイガーウッズは何と言った。おう、ペペロンチーノ。答え、もういいからセックスやらせろ。ダメだよ。全世界の人たちセックスしよう。何これ。え、なんか妖精なんすか、何の。いや、鈴木おふみさんの名前。感知だけです。感知だけない。全世界の人セックスしよう。全世界の人たち、うん、セックスしよう。うん、言ってないですよ。感知とセックスしたかったんです、ね。はい、ラジオネーム、ゴルゴ31。はい、危ない。お題、藤岡弘さんが魚を釣って家に帰りました。まず何をした。イノシシ狩りの準備。答え、ドライヤーで魚を乾かした。ダメだよ。ラジオネーム、ゴルゴ31。うん、お題、大野国親方が一番甘いと思うものとは。小錦の考え方。答え、元木大輔の芸能界入り。ああ、惜しい。惜しいね。そういう甘いでしたね、うん、でも。ラジオネーム、ダイエットは明日から。お題、高校生の不注意で肩がぶつかったベッキーが一言。さて、何と言った。この野郎。ねえ。おい、やるやつじゃん。答え、全然大丈夫だから気にしないで。勉強頑張ってね。言うか、バカ。絶対言わないよ。絶対言わないよ。ちょっと事務所来いや。って言ってんじゃない。ラジオネーム、ゴルゴ31。ラストね。お題、ここの回転寿司変だな。その理由とは。犬のクソが回った。答え、ジェノム・レバンナに安田忠雄がマウントしている寿司がある。なるほど。以上ですか。はい。お手上げです。はい。はい、さあ、それでは早速、一つ目からいきたいと
思いますが、言っていいですか、うん、はい、わかりました。まず一つ目はこちらです。ラジオネームダイエットは明日からさんからです。お題、渡里哲也さんが必ず一番最初に食べる寿司ネタは何？マグロ。答え、カリフォルニアロール。まあ哲也さん。さあ続いていきましょう、うん、ラジオネームワーギナーマイクさんです。お題、古田敦也が試合にキャッチャーミットを忘れてしまいました。代わりに何を使った？布切れ。答え、つけていたヌーブラ。あら、つけてんの？ちょっとやめて、フルちゃん。さあ続いていきましょう、ラジオネーム三平さん、お題、高橋名人が何かを連打しています。一体何？木組。答え、火災報知器。あー悪いね、ダメだよ。続いていきましょう。FM 三重のラジオネーム紀新中さんからいただきました。お題、キャリーパミパミの弟子の名前は？モミニョリョニョリョ。モミニョリョニョリョ。モミニョリョニョリョ。答え、ペニーシコシコ。ダメだよ。モミニョリニョリョの方がいいよ。さあ続いていきます、うん、ラジオネームサークルマウンテンさんからいただきました。お題、武井絵美ちゃん、すいません、お題、武井絵美ちゃんが今一番欲しいものは何？犬のピアス。答え、平和。さすがだね、うん、さあ続いていきましょう、お聞きの放送局 FM 山口のラジオネームナスビマンさんからいただきました。お題、ダチョウ倶楽部が新メンバーをオーディション、誰が合格した？キャリモミーンのゲーム。答え、エグザイルの高弘。いやイケメン入れてモミーンの好きですね、はい、はい、続いていきましょう。ラジオネーム納豆パフェさんです。お題、犬に小便をかけられたベッキーが言った一言とは？この犬コルが、おいおい犬コラ、おい犬コラ。答え、今日の夕食は犬鍋に決定。ダメダメです、はい、さあ続いていきましょう、ラジオネームレペゼン秩父さんです。お題、ストーカーを撃退するのに最も良い手段は何？クソ漏らす。答え、金属バットで頭をかち割る。いやー実践的、うん、さあ続いていきましょう、ラジオネーム川崎の健哲さんです、うん、お題、女を抱いた数だけ曲が生まれる松山千春さん、では長い夜が生まれた時に抱いた女性は？大林素子。やっぱりな、完全だ、わかるわ、そんな。うわ気持ちいい。そんなもんお前簡単な、お前赤子の手をひねるようなもんだよ、大喜利なんて。お前バカや。やっと正解しましたけど。さあ続いていきましょう、ラジオネームレペゼン秩父さんからいただきました。お題、この季節長時間お風呂に入っているとどうなる？クラゲになる。ありません。はい、答え、指先がシワシワに。いつもだよ。ラジオネーム納豆パフェさんからです。お題、ベッキーは日本人のファンのことを何と呼んでる？ジャップ。
答え、腐れジャップ。うわぁ、惜しい。ひでえな、ジャップでさえ差別的な表現なのに。もう一個甘かったんですよ。はい、はい、続きまして、ラジオネーム納豆パフェさんからいただきました。お題、鈴木福くんが肌身離さず持ち歩いているものとは何？お守りの中に橋出すがこの陰謀。答え、セカンドバッグ。うわぁ、大人。さあ、続いていきます。ラジオネーム、ゴルゴ131さんからです。お題、高城剛さんがやっているハイパーメディアクリエイターって一体どんな仕事？掃除。答え、AV のモザイク付け。いやー、クリエイティブ。続きまして、ラジオなくなればいいな。友情努力責任さんからいただきました。お題、松下由紀さんが甲子園の土を集めています。なんで？胡椒として使う。答え、お米の代わりに使えないか調べるため。惜しい、惜しいですね。続いていきます、FM 福井でお聞きのラジオネーム大木ボンスさんからいただきました。お題、ジョニーデップがアメリカで呼ばれているニックネームとは？カーバちゃん。答え、ハリウッドデンデン。そんなことねえよ。ふざけんな。天然さんの方が有名ないじゃん。続きまして、ラジオネーム。ねんねんさんのあれ見たいね。はい。パイレーツオブ。見たいですね。パイレーツオブテレビ。パイレーツオブでんでん。見たいですね。何やるんすかね。ああいうスタイルじゃないんだよ。どういうスタイルなの？海軍みたいな。あの海賊の感じじゃないんですね。全然。はい、行きます。ラジオネーム、生しやすけしんさんからいただきました。お題、AKB の推しメンを聞かれた照英、誰と答えた？でんでん。答え、宮本武蔵。本当のバカだな、あいつは。続きまして、ラジオネーム三平さんからいただきました。三平です。お題、松崎しげるを24時間煮込むとどうなる？開くだけになる。答え、かなり増える。増えるの？増えるの？増えます。松崎さん。あれ、アクでできてんだよ。全部アクだから、もう、アクだけでも消えちゃうんじゃないかな。増えるんです。そう。はい。ラジオネーム、ファンタスティック原田さんからです。お題。渡里哲也が、他にやりたいことができたと言って、俳優引退を決めました。そこまでして、渡里哲也さんがやりたいこととは何？高倉健の嫁。答え、パックマン。高倉健の嫁の方が面白い。ラジオの長寿ギガジャクソン。吉田沙保里さんが暴走して電車にタックルを始めました。一体どうして？尻に赤味噌を塗られた。全身が痒かった。ちょっと近いじゃないか。ちょっと近いな。ラジオネームカラフルアフロ。072。何の数字？スリランカの市外局番。大阪府の市外局番。すげー惜しい。お前ら腕上げてんなって。ちょっと合わない間になかなか大喜利の腕が上がってますね。その分コントの腕は落ちたけどね。落ちてるわけじゃないんですよ別に。東西南北。浮気した内田裕也にこの後待っている状況とは？
匹キリンとライオンの鉢合わせ、サバンナの夜。危機迫る状況。お前上げてきてんな。すげえ仕上がり具合だな、お前はなかなか。ラジオネーム三平。アンジェラ・アキさんが日本人っぽい名前に改名しました。どんな名前？小室千里。手紙書き子。小室千里。いい名前だけどね。FM 福井ダイエットはしたから。ある芸人がトイレの神様を怒らせてしまいました。さて、どんな罰が当たった？アリの戸あたりが真っ赤に腫れてかゆい。跳ねるの扉が終わった。おい、いやこれはダメですよ。何がダメなんだ。いやダメでしょう、俺は。ラジオネーム超獣ギガジャクソン、今の1枚あげよう。ラジオネーム超獣ギガジャクソン。セーラー服を着ている浅木久仁子を見たベッキー、なんと言った？何着てもダメだね。お前テレビ出ていいんだっけ？面白いな。雰囲気が悪いからね。浅木久仁子さんセーラー服着てると言っちゃうね。お前テレビ出ていいんだっけ？選出で。ラジオネーム納豆パフェ。オリンピックのメダリストにメダルを触らせてもらった恵比寿吉和さんが言った一言とは？思ったよりザラザラしてんのね。これのために4年か。俺なら普通に働くけどな。言いそうだな。最低な時あるからね、実はね。これもう本当に言ったんじゃねえかっていうぐらいリアルですよね。なんで結婚したんですか？毎日セックスタダでできるからね。最悪ね、ミスター。たまに怖い時あるからね。でも真理なんだよね。まあそうですね。そうですね。一枚で。ラジオネーム納豆パフェ。王理恵さんがまた恋人と破局。別れた理由は？うわ、シュークリームを音出して食べた。乳首を吸う音がキモい。以上、以上、以上ですかね。以上です。です。ラジオネームゴルゴ31。槙原範之さんが白目で暴走しています。一体何があった？更衣室を覗かれて、わあ、お腹が空いた。ラジオネームゴルゴ31。天童よしみさんの名曲「珍島物語」、アメリカでのタイトルといえば、ネバーエンディングストーリー。焼き豚。まあ上を向いて歩こうがすき焼きだからか、ね、なるほどね。いやなるほどねじゃねえ。FM 山口ブラブラブラ。よし、伊藤聖光さんが今ハマっていること教えてください。将棋。人骨ジェンガ。そんな最高な方じゃないですよ、ね。最高でしょ。そうか。どう見てもやっぱり。将棋惜しかったですか。伊藤聖子さんみたいな人が映画で出てきたら完全に最高役。そんなことないでしょ。ラジオで納豆パフェ。楽屋でもうるさいアニマル浜口さんに鈴木福が言った一言とは。小学校からやり直したら？10万やるから黙ってろよ。そんな悪いやつじゃないでしょ。FM 栃木。何だと思う？カリパク哀れみの霊。よし。あなたとのお散歩中、吉永小百合さんが
ちょっと待っててと笑顔でどこかに行ってしまいました。帰ってきた吉永小百合さんがあなたに見せてくれたものは。犬の糞。ショッカーに改造された右手ドリルの高速回転。あー、かわいい。ブブーじゃねえ。出るわけない。わあ、面白いな。FM 宮崎、だまし屋スケシン。小さな子供からサインを求められた武田鉄矢さん。どういう対応をした？ローマ字で冗談って書いた。君が将来ソープ嬢になった時、生で一発させてくれるならいいよ。言わねえ。ジオネーム納豆パフェ。気合だ気合だと言っているアニマル浜口さんに恵比寿吉和さんが放った一言とは。そんなことしたら早死にしちゃうよ。気合だけじゃダメだよ。だからオタクの娘さん1回戦で負けたんだよ。なんかちょっと言いそうだな。ひどいからね。ラジオネームゴルゴ31。目覚ましテレビの今日のワンコのコーナーが最終回を迎えました。最終回に登場した犬、どんな犬？死にかけのダックスフント。フジテレビの犬、カルベ新一。うわ、面白いな。人間だもんな。そう、ひどいでしょ。人間だと思わない。面白いな。ラジオのゴルゴさんは、大滝秀治さんの股間に飛んできたボール直撃しました。大滝秀治さん思わず何と言った。入れ替わっちゃったね。うっす。いや、面白いな。以上です。です。ラジオの超重ギガジャクソン。南こうせつさんが突然 AV デビュー。その時のタイトルは何？アリの戸あたり渡っちゃった。世界一綺麗なかぐや姫。あー、でもいいな。かぐや姫ですからね、もともと。FM 福井大木ボンス。あ、こいつミシュランの調査員だな。店主はなぜわかった？白くてモコモコしてた。石塚さんのサインはあるかと最初に聞いてきた。うん、これいまいちだけどね。ラジオの長寿ギガジャクソン。ベッキーが野菜で作ったケーキを食べて感想を言いました。どんなことを言った。これアナルの浅漬け。青くせえな。童貞みたいな味だ。ちょっと近いな。ちょっと近いな。ラジオの長寿ギガジャクソン。サッカーの本田選手が申し訳ございませんと土下座をして謝罪しました。どんなことをしてしまった。ベッドシーツを汚した。スローインしたボールがピッチを歩いていた白龍さんに当たった。それ謝るわ。白龍さん何してんすか。どこでも歩くよ。どこでも歩く。直進ゴーグルみたいなもんだ。どこでも歩いたって言うんだよ、白龍さん。ベッドシーツ汚した時言うなよ。やめなさいよ。ラジオにでかいカマキリ。シコシコ太郎くんが経営するお店にお客さんが入ってきました。太郎くんの第一声は。鼻セレブで拭いて。
いらっしゃいせい。当たるかよ。当たったら俺に問題あるわ、女も。ラジオのラッパーザキバチョフ。田中邦衛さんがソープ場に激怒。さて、なんと怒った。ホタルがいねえじゃねえかよ。まだフェラチオ終わってないでしょうが。なんでよ。蛍いないじゃん、おかしいだろ、ね、親子なんだよな。ラジオネームラブ稽古。中村獅童が天下を見て一言、何と言った。そうそう、これこれこれ。俺には必要ねえな。俺にとっては女が天下だからな。最低なんて。ラジオのダイエットは明日から。楽屋でふんぞり返っているベッキーを見て鈴木福は何と言った。お姉ちゃんもう起きよう。賞味期限切れのガイタレのくせに、なんであの態度は。ラッパーザキバチョフ。怪我のせいで戦力外通告をされたプロ野球選手に、恵比寿義和さんは、なんと声かけた。役に立たないクズは、死にな。今無所属なんだ。ニートと同じだね。俺の方がひでえ、やべえ。ひどい。ラジオネーム大木ボンス。加藤隆が落語家に転身。さて、初めて客前で披露した演目何。塩クジラ。パイ釣り怖い。来てなそれ。ラストぐらいですかね。どうしようかな。はい。ラジオネーム超獣ギガジャクソン。つんくさんが新しいアイドルグループを誕生させました。そのアイドルの特徴は何。メンバー8割物もらい。頼んだらすぐやらせてくれる。何だよ。奇跡。アイドルじゃねえじゃねえ。